さて、今宵のお客様は？皆さんこんばんは、ひないち役の日岡なつみです。そしてぬんぬん、ジョン役の田村睦美です。かわいい。今、ジョンをめでてくれたの？そうなんです、ジョンをめでた感じエアージョンがエアージョンがでもそこにね、素の照れが入ったからなんかとても味わい深いものになりましたね。やっぱなんか、そういう実写でチンやるの結構恥ずかしいですね。あれはね、アニメの絵だからね。そうなんですよね、うん。いや、これなかなかの、ね、お客さんたちにとっちゃね、ありがとうっていう映像になってますよ。確かに、といいんですが、ね、しかもね、前回ね、あのゲームで2人の、ね、ヌーもチンも、キレが増しましたね。ありがとうございます。幅が広がりました、とても素晴らしいの、ありがとうございました。ということでね、今回はその前回頑張っていただいてというね、ご褒美も用意してますんで、今日はね、それをいただきながら楽しく進行してまいりましょう。はい。吸血鬼すぐ死ぬ2特別番組、新横浜ハイボールで会いましょう。ということで、料理の方もこうやってね、取り揃えましたが、すごい、いや、美味しそう、本当に美味しそう、めちゃくちゃいい香りする。でもね、その前にね、ちょっと日岡さんにひないちのキャラクターの方の説明を、紹介の方をよろしくお願いします。わかりました。それやったらもうお食事ですか、やった、最後の仕事って感じで。わかりました、仕事します。はい、いきます。おい、ひないちはですね、神奈川県警吸血鬼対策課日吉隊の副隊長を務めております。ワイダン派の影響でチンが口癖になる、ドラルクの作るお菓子に目がない、アニメ初登場話数は第1期の第2話です。はい、ヒロさん、ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、このね、美味しいお料理を前にありがとうございました。じゃあもうここからも台本回収します。もう見なくていいですよ。もう喋るか食べるかどっちかでいいです。喋るか食べるか、なんだったらこれ映像込みですから、食べてるだけでも見てる人は意外と楽しんでいただけるんで。本当ですか？もう仕事放棄していいんですか？もうね、食べてる映像がありますから。なるほど、大丈夫です、放送事故にもなりませんから。やった。さあ、もう召し上がっちゃってください。はい、いただきます。いや、美味しそう。美味しそうですね。とりあえずウインナーを半分ずつにします、ね、ありがとうございます。ポテサラがまた添えてあるのが、ね、美味しそうです ね、 いいですね。なんか稲田さん取りたいのあったと思いますよ。あ、もうあの皆さんが召し上がった後にそーっといただきます、ね、ありがとうございます。これとか取りやすそうです。あ、これはその青さと何でしたっけ、ゼッポリーニ。青さとあの小麦粉を練って油で揚げ た、 揚げたゼッポリーニです。ゼッポリーニという、ね、青さのゼッポリーニという名前でした。我々もなんかなんだろうと思って、ね、食べたことないよね、ゼッポリーニ、はい、お酒に合いそうということで、はい、これ田村さんが選んだんですか？そうですじゃあ新横浜ハイボールと一緒にね、やったー。でこちらはまあステーキですか？そうなんです、ローストビーフ、赤身肉のやつでバルサミコソースをかけられているそうですね。めちゃくちゃ美味しそう。そしてこの真ん中に鎮座するこちらが桃のカプレーゼですね。桃とチーズ、はい、なんか聞いたことない名前のチーズです。ブッフォなんとかみたいなって、ブッフォ言ってました、ね、おっしゃってましたよねきっと、美味しいチーズ、美味しいチーズです、うん、そしてこちらがあの今切ってしまいましたけれども、うん、あの濃厚チーズのなんか、ヤギのチーズが入った、うん、なんかウインナーだそうです。へえ、はい、面白いね。ね、そしてね、あのひないちも好きな、ね、うん、甘いスイーツが、甘いもの、デザートが、ひよかさんもスイーツはお好きですか？好きです、好きです。じゃあもうこちらも、ね、何でも好きです。ティラミスとパンナコッタンなんですね。はい、いただきます。じゃあもう好きに召し上がってください。やったー、イエーイ、イエーイ、ゴー、パーティーじゃん。喋ろうが喋る前がどっちも OK です。あ、どっちかをやってれば OK です。あ、美味しい、美味しい。じゃあちょっと僕も一個いただきますね。カリッとしてる。じゃあ私も食べよう、ゼポリーニ。めっちゃうまいぞこれ。いや、めっちゃうまい。青さがすごい効いてるね、うん、それでいて、何、弾力、うんうん、すごい、うん、もちもちして、うんうん、でもサクサクもして、うん、うまっ。いや、青さがいいね、うん、青さが効いてる、効いてます。あ、うん、うまい。塩気がちょうどいい。これはいいな。ハイボールじゃん、ハイボール。ゼッポリーニ、うん、ゼッポリーニ、ゼッポリーニ覚えておこう。うん、うん、食べれなくなりそうな。いいよ、あ、大丈夫、食べてるわ、食べて、おいしい顔してればいい。ふーってなってます。新横浜ハイボールがまた合うでしょ。合いますわ、これは、うん、最高だ。肉も食べたい、うん、肉、俺も新横浜ハイボールいただいちゃおう。合いますかね。合うね、合いますね、これね、合いますな、これ。わ、しかもこれ揚げたレンコンも
ついていて、ねえ、お肉の上にレンコンが乗ってますよ、うん、めちゃくちゃいいですね。これ、うん、オニオンもついてるのかな、うん、なんかちょっと取りましょうか。あ、いやいやいいんです、うん、取れます、なんなら取れます。いやいや、あ、こっちは取りますね、じゃあ、えありがとうございます。おいおいうるせえカリカリだよこれ、うん、カリカリ、うん、ありがとうございます。食感がお肉うまい、うん、よかったらこれも食べますよ。あー、桃のね、なんか置いちゃって、桃だけどデザートじゃないんだね、うん、サラダ的な、うまそげ、うん、あ、レンコン、はい、レンコンがいいですな、いい仕事してますな、うんうん、あと玉ねぎの甘みとね、うんうん、最高じゃ、うまっ。稲田さん、これいらないですか？あ、食べたい、うん、食べますよ。パーティーになってきた、パーティーですね、楽しいな、それでいいんだと思うよ、ね、きっと見てる人もうまそうとか思いながら楽しいと思う、うん、ね、うん、最近こういう飲み会とかないですもん ね、 ね、確かに、うん、いや、それを仕事でやってんだから、うん、最高だよね、ありがとう。いいですか、これお仕事で。いいです、やった、そういう番組です。うわー、いきます、最高の番組だ。うわー、これ桃とチーズ一緒に食った方がいいんだろうな。一緒の方が美味しそう、うん、食べれるかな、一緒に、うん、うん、うん、爽やか、うん、合うんだね、うん、いや、桃がまたさ、うん、すごい甘いじゃない、うん、で、チーズは塩っ気効いててさ、うん、いや、喧嘩しない、ワインだね、これね、ワインだね、ワインの味。まあでもちょっと今新横浜ハイボール ね、 ちょっとハイボールも合う、おいしい、うん、めっちゃうまいな、これうまい、フレッシュですね、めちゃめちゃ、うん、ね、うんうんうん、そうそう、幸せ、ずっと食レポになってるけど、 いや、いいんだよ無言で食うよりはいいよ、そうですね、なんかね無言でって無言は良くない。いや、それでもね、食べてる顔だけでいいんだろうけど、やっぱ我々ね、喋る仕事だから、うんうん、それはちょっと喋んないとね、なんか皆さん、うん、ウィンナーめっちゃ美味しくないの、めっちゃうまい、めっちゃうまいね、結果また戻るいいのいいの、どうしよう、食べ物に夢中になってしまっちゃうよね、ご飯美味しいもね、そんな感じでしたもんね、うん、そうなんです、いつももぐもぐね、ね、可愛かったよね、そうなんです、ひなうちは本当クッキーとかお菓子系が多分目がないから、うん、確かに、いつもね、何らかのお菓子をもぐもぐしたり、ね、ドラルクはいつも、うん、あの作ってくれてるもんね、そうなんです、もう虜ですよ、ひなうちは、ね、住んでますかね、あのもう下に、床下に、マジであの床どうなってんだろう、いや気になりますよね、気になる、絶対床いつか抜けるよ、抜けますよねだってなんか一箇所じゃなくて、うん、原作とか読んでたらなんかいろんな場所から出てきてますね、モグラの穴みたいな、そうですよね、そうですよね、下すごい掘ってんだろうね、絶対そうです、ね、その穴にズボンと落ちそうだよね確かに確かに、絶対床抜ける。しかしひよこさん偉いですね、ちゃんと吸血鬼するしの話になりました、ね、いや今田村さんが振ってくれたんで、さすが先輩、いやいやありがとうちゃんと戻しました、うん、仕事しましょう、うん、そうですよね、そろそろね、理想系はこれだね、吸血鬼するしの話をしつつ、ちゃんと目の前のお食事も楽しんでね、うん、確かにそうですよね、ひなうちはさ、なんかさ、じゃないよ、可愛いけども、うん、その顔をちゃんとね、このカメラで抜いてもらって噛んでるそう、あの、うん、結構低めの声を出していたって言ってて、そうなんですよ、したってすごい言ってたよね、うん、何言ってんのそこは飲み込んでから喋ろうそこはちゃんと言葉にしなきゃ伝わらないところだからね、うん、一回飲もう、そうね、うん、ね、大盛りになってるからね、気に入ってくれたから、うん、うん、そうなんですよ、なんかちょっと大きくなって、うん、ね、うん、はい、そうなんです大丈夫、うん、ひなうちは、うんうん、なんかそう、あの今まで うん、やってきた多分役の中で一番じゃないかくらい、うん、そのかっこよくて声が低いキャラだったので、うんうん、正直その役が決まった時も、うん、本当に私でいいのかなみたいな、うん、オーディションだったの、オーディションでした、そうなんだ、そうなんです、ひなうちオーディションだったんですけど、うん、でもなんか、まあ、これはダメだったら切ってもらっていいんですけど、うん、そのテープだけで決まったんですよ、スタジオとかがなくて、うん、だからもうなんかテープ出した時に、うん、いやこれ私できるかなみたいな、あんまり正直自信なくて、うん、ダメ元で出したぐらいの、出してもらったぐらいの感じだったんですけど、うん、まさかの決まったよって聞いた時に、うん、なんかめちゃくちゃ嬉しかったんですけど、うん、嬉しいと同時に大丈夫かなみたいな、うん、ちょっと不安が大きくて、うんうんうん、からのアフレコに挑んだって感じだったので、うん、やっぱりでも最初の頃 の, あの主
収録とかは、うん、やっぱもっと凛々しい感じでとか、うん、かっこいい感じ。あれだよね、ひないちは結構さ、そのギャグシーンとシリアスなシーン の、 そのメリハリをつけるところがすごく多くてね、うん、いや本当に、うん、それですごい苦戦して、うん、今までここまでがっつりのギャグ作品ってなかったんですよ、私やったことが。なかなかこういう作品、いや作品ないですよね。今珍しいよね。そうですよね、うんうん、そうだからなんかもう諸先輩方の素晴らしい演技、うん、お芝居を間近で見ながら、うん、うわ私にこれができるのだろうかみたいな感じで、もう毎回すごい悩んでて、うん、最初の頃は特にもうなんかやっぱメリハリをつけてとか、うん、かっこいいとかもっとかっこよくしてとか、うん、すごいもう細かくディレクションいただいて、うん、なんとかこくらいついて、うん、お願いしますみたいな感じで、で毎回終わった後にすごい一人で反省して、いやそれはね、あの、はい、初期はあることよ。毎回敗北感感じながら持ち帰ってね。本当にそうでした、うん、でもオーディションの段階でその、うん、ね、珍しい役とはいえ選ばれたってことは、うん、それが、ね、できる素養があるってことだから、うん、本当でもなんか何で選ばれたのか聞きたいです。私も中村さんもおっしゃってたけど、どこがいいと思ってくださったのかなっていうのがすごい気になりましたね、うん、でもまあその役者の立場としてさ、そのいつもやってるようなもう得意中の得意みたいな役が来るのもそれは嬉しいけど、うんうん、なんかやっぱチャレンジできる余地がある役っていうのはそれはそれでやっぱり、ね、自分を育ててくれるし、そういうのに出会えた時やっぱ嬉しいし、確かに、ね、そこでね、あのディレクターの人とね、あのセッションしながら作り上げていくって過程も楽しいし、いや そ, うです、ね、それをまさに今味わえてるってことだもんね。いやもう最高になんか勉強になったというか、うん、毎回鍛えられる現場だし、うん、しかもその素晴らしいお手本が毎回 、うん、いらっしゃるじゃないですか、うん、あの豪華だよね、豪華すぎて、うん、本当になんか一応お仕事としてこうギャラをもらってやってるけど、うん、なんならこっちがお金を払いたいぐらい、うん、授業料払う価値がある、授業料だよね絶対ね、絶対そうじゃないですか、うん、こんな素晴らしい先輩方を間近で見れるなんて、うん、毎回ありがたいなって思いながらやってましたね、うん、いやそれこそ俺も新人の頃にギャグモノで、まあ、福山潤も一緒だったんだけど、ヒカリアンっていうアニメがあって、それでその敵側のまあボスみたいので千葉茂さんが入ってらっしゃって、で敵側といってもちょっとコミカルなやつらで、でもうね台本ちょっと覗き見たんだけど、まあ元のセリフが分かんないぐらいブワーっと書き込んでて、でしかも当時テストラステス本番っていうまあ3つお芝居してたんだけど、千葉さんテスト用とラステス用と本番用全部変えてんのよ、あれは本番でビビるよ。いやラステスもテストも面白いのよ十分、うん、でそれに慣れてきたなと思った時とんでもないのが最後に待ってて、うわ笑いこらえながらやるみたいな、それでいてねシリアスなシーンはシリアスに演じるシーンっていう、だやっぱその先輩の振り幅みたいのを学ばせていただいて、確かにそのなんか我々テストをやって本番やるじゃないですか、そのなんか普通に考えたらテストって本番のためのテストだから、本番のことを一回やっといてみたいな様子見るという意味だと思うんですけど、なんか吸血鬼の現場って皆さん絶対テストで本番でやらないことやるじゃないですか、あとねテストやって思いついちゃったから本番でやってみるっていうのがあるよね、なるほど、そうなんですね、即興で。だから福山さんとか結構そんなイメージある、ね、うん、ですよね、だやっぱ彼もそういう現場を体験してるから、面白い方を選ぶっていうのがね多分絶対あるから、人によってはねテストでやったもんが最終形だみたいな ね、まあ、ね、本番で変えるもんじゃないよって人もいるけど、俺は千葉さんを見てて面白い方を選んだ方がいいなっていうのを学んだから、それは思いついたらやっていいんだと思うよ、ほんでダメだったら怒られるし、本番やってテストに戻してくださいって言われるかもしれないけど、それはね俺はチャレンジしてみていいと思う、思いついちゃったら。なかなかひないちでは、なんかそのアドリブ力みたいなのがなかなか出せるとこがなくて、キャラにもよるもんね。そうなんです、まあ、入れようと思えば多分入れれたんですけど、もう自分は書いてあるものを演じるのに精一杯だったんで、でもなんかアドリブっていうのも大事なんだなっていうのをすごい学んだから、なんか今後ちょっとずつ頑張ってやってみようかなとかって思いました。ね、そのお手本はいっぱい上にいるからね。そうですね、すごい現場だ。なんだろう、すげえ真面目な話だ、真面目な話、まあでも食べながらね、ありがとうございます、食べながらいい話しましょう。あ、食べるチン。もうひとしきりね食事はいただいたけど、そろそろデザートいきます、はい、いいんですか、うん、いいんですか。もう僕はまだねちょっと
残ってるお肉とかをいただきたいんで、もうお二人でお好きな方を選んでください、はい、どっちが食べたい、パンナコッタとティラミス、どっちでもどっちが食べたいとかありますか。私もどっちでも、じゃあもう置いてあるあれしますか。じゃあ日岡さんパンナコッタ、はい、そして田村さんがティラミス、はい、まあ、ティラミスはね洋酒が効いてるからね、うん、あ、確かに田村さんにはぴったりじゃないですか。ありがとうございます。いただきます。いただきます。美味しそう。うわじゃあまずはちょっとティラミスの感想などを聞きましょう。どうしました。大丈夫ですか。パウダーが、パウダーがね、飲んでください。パウダーはクセモンですよ。確かに上にだいぶあのすごい勢いで吸い込んでしまいました。ちょっとパウダー落ち着くまでちょっとね、あの、はい、整えていただいて。ただめちゃくちゃ美味しい。美味しいです。美味しいは美味しい。すごい美味しい。吸い込まなければ、ちょっとね、ついつい美味しそうだからスッと吸っちゃったからね。あのあれですね、ティラミスは吸っちゃいけないんですね、しかもこれね、あのすごく細かいココアパウダーだからね、混ぜつつね、いやでも下の層も美味しいですか。下の層のね、このコーヒーでしたっけ、コーヒーのね、あの染み込んだね、めちゃくちゃあのいい苦味で美味しいです、おー、よかった。うまい。じゃあちょっとティラミスじゃないや、あのパンナコッタの感想なんですもんね。はい、なんか上にベリーが乗ってます。ベリーが乗ってますね。いただきます。言葉としては伝わらないけど表情で伝わりました。うまいね、うまいね、なんか、めちゃくちゃ上のそのベリーのソースが酸っぱくて、なんだろう、爽やか。あ、いいね。また粒が大きいからね、噛み応えとかもありそうで、めちゃ美味しい、パンナコッタと合います、ベリーソース。パンナコッタは甘め、パンナコッタはそうですね、ちょっと ミルクというか甘めな感じなんですけど、ベリーかかってることでなんかちょうどいい感じになってます。素晴らしい。じゃあね、デザートを食べながらまたね、はい、ちょっとお話したかったらお話していただいて、食べたかったら食べていただいて、ちゃんと仕事もしましたね。あのね、理想系なんでしょう、これが。本当はこれをやりたかったんでしょう、最初から。いやでも、あのレジェンドたちを呼んで、そんなことになるわけないじゃないっていう。なるわけないんだよ。そんなもう分かってたでしょ。あれはね、中盤以降のゲストよ、それを初っ端に持ってくるっていうね、ここのスタッフはやっぱなんかおかしい ね。そうですね、しかもなんか盛り上がりすぎて私たち結構待ってましたね。いや本当ね、1時間以上待ったんですよ。たまに冷静になってそうちょっともう2人入ってるよなって。そうなんです。メイクもとっくに終わってるよな。とっくにでも先輩たちのこの勢いは俺は止めらんねえぞ。それはそうだろうって思いながら、お察ししながら待っていました、むしろ入りたいわみたいな。なんだったら乗り込んできてほしかった。そう、本当にそう思いました。なんだったら2人もまだ喋り足りないから残ってようかみたいな話をしてたからね。いや、やっぱりだとするともうワイダンだらけになるから、ちょっと帰りいただいた方が良かったでもね。そうですね、もう多分ね、女子がいたらいたらで、ね、かっこいいこと言いそうな気がする。そうなんだ、かっこいい先輩方ですからね。そう、かっこいいとこだけでもかっこいいし、もういい先輩たちなんだよ。そうですね。でもなんかね、ほんと10回に1回見れるかどうかっていう、ちょっとはしゃいでる先輩たちが見れて、あ、それはあれですね、貴重な、これがね、映像に残っちゃって2人のね、そのなんかパブリックイメージ的には大丈夫なのかなっていうのはね、正直あるんだよね。もはやあの二人にそんなね、心配はない感じがしますよね。まあそうだよね、50年の積み重ねがあるから。そうですよ、ね、ワイダンおじさんのキャラで崩れるもんじゃないし、ね、はい、でも面白いぞ、本当。すごい、わ、私たちも見るの楽しみだよ ね、どんな仕上がりになっているか。やっぱね、あの前回はその先輩たちっていうくくりで、はい、今回はね、あの若い女の子2人っていうくくりではあるけど、はい、これをシャッフルしたらどうなるのかなとかね。シャッフル、先輩は漁せない、漁せないから難しい気がする。私もずっと聞いてるだけになりそう。いやでもそのね、もう先輩たちの手数の多さに一発重いのをね、ドッと食らわせるみたいな、ね、なるんですかね、もうチンしか言えないです。私、いや、その一発が重いんだよ。チンが重いのか、ね、その一発が超重いのよ。確かに言ってくれたら多分あの喜んでくれると思う。そんでなんか
申し訳なさそうな顔もするだろうしね、なんかごめんねみたいな。あ、優しい。なんかあの日の市がいない会の時にアフレコの時に、うん、あまりにも結構あのセリフが歯抜けになっちゃうから、うん、あの間のセリフをなんとなく言っていたんですよ、うん、日の市のあのチン ×2 のところだけちょっとなんか言っていいのか分かんなくて言わなかったんですよ、うん、そしたら終わった後にねえなんでチンあれ言わなかったのって。あの参考までにそれは誰和彦さんだ。やったワイダンおじさん。もうねキャラまんまと思ってすごいなんかちょっと楽しかったですね。楽しかったな。これは役名としてのワイダンおじさんじゃなくてあの方がワイダンおじさんだね。やばいやばい完全にリアルにそんなこと言われちゃったんですか。ぴったりなキャスティングだね。ぴったりなんです、ね、うん、最高ですね。なるべくしてなったきっとそういうことですね。チン。いやあの配信を見てる方は急にぶっ飛んでここに来たと思いますけど、あのブルーレイ用にまた楽しい話を今撮ってますんで、はい、まあそこはブルーレイならではの話になってますね。そうですね。いや日岡さんさすがですね。ちゃんとその配信とブルーレイの切り返しがお見事でございます。ちゃんとできてましたか。見事です。ちゃんと美味しいところを ね、この配信を見た方ブルーレイ見たくなったでしょ。ブルーレイ DVD ぜひお買い求めください。お願いします。ということで、楽しいトークも一旦ここで締めようと思います。ありがとうございます。バカは私でした。さて続いては告知コーナーです。テレビアニメ吸血鬼すぐ死ぬ2は2023年1月より放送開始です。ぜひ放送前に各配信サイトやブルーレイ &DVD にて第1期を振り返ってください。さらに主題歌は第1期から引き続き福山潤さんとトラットさんが担当となります。オープニングは福山潤さんが歌うニュードラマパラダイス、エンディングはトラットさんが歌うコージークレイジーパーティーとなりますので、こちらもお楽しみに。チン。さて今宵はそろそろお開きの時間となってまいりました。いや楽しかったですね。楽しかったです。そして美味しかったです、ね、美味しかったです。いやいい仕事でした。いやね最高でしたね、うん、本当に仕事だったんですかこれ、ね、いやもう本当ねそういうねあの気持ちでいていただいて構いません。いや楽しかった。じゃあね、これを見てくれた方々にそれぞれ、ね、一言ずつご挨拶をお願いします、はい、では今日は日岡さんからお願いします。私からはい、皆さんご覧いただきありがとうございました。そして日の市は一気に引き続き2期も見せ場がございますので、ぜひ皆さん、まあ、日の市以外の、ね、部分でもものすごく楽しい作品となっておりますので、たくさん笑って元気になっていただけたらと思います。2期もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。では田村さんから。はい、皆さんご覧いただきありがとうございました。そうですね、一気に一気以上にパワーアップした、ワイダンな感じとおバカな感じとなんか大変新横は大盛り上がりでございます。一期以上にさらに楽しいものになっておりますので、ぜひぜひ楽しんでご覧ください。ありがとうございました。ジョンも活躍するよ。ありがとうございました。それではお二方ご来店ありがとうございました、はい、ありがとうございました。今宵のお相手は豪雪役稲田哲人、日内地役の日岡夏実と、ジョン役の田村睦美でした。次回はどんな夜になるのでしょうか。 See you next night. バイバイ。 Good night.